大体においてというフレーズを四分音符と八分音符で解釈すると歌詞的にどうなるか。大体において四分音符、大体において八分音符、大体において四分音符、大体において八分音符、大体において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 。ほとばしる思いを歌とギターにぶつけようということで、シンガーソングライター実践塾大石正義、全3回、お届けして、きたわけなんですけども、シンガーソングライターというのはですね、第1回の連載にもありました通り、オールマイティーにできるスーパーマンだと思ってます。作詞も作曲もあとアレンジもできちゃう、そんな、孤高のスーパーマンだと思うんですけども、一番ね、要はスキルが高いというか、一番やれることが多い、そんな、職種だと思っております、ミュージシャンの中でも。なので、もう自信を持ってね、もちろんステージに一人で立たなきゃいけない時とかは僕もそうなんですけども、孤独との戦いだったりとか、テンパってしまって頭が真っ白になりがちだったりとか、結構あると思うんですが、そういうのも一つのね経験だと思って、基本的には、お客さんは味方だと思います、敵は一人もいない、あえて言うならば自分のその臆病な心だったりとか、この歌伝わるかなっていう不安だったりとか、そういうのが一番の敵かなというふうに思います。そういう敵と戦うためには、練習あるのみ、実践あるのみ、本番も含めたところでの経験あるのみだと思うので、ぜひとも皆さんね、めげずに、シンガーソングライターを諦めずに、自分の、ほとばしる思いを歌とギターに乗せて、これからもですね、いい音楽ライフを過ごしていっていただければというふうに思います。以上、ほとばしる思いを歌とギターにぶつけよう、シンガーソングライター実践塾から大石正義でございました。ありがとうございました。